ドボールは鹿児島が収めました。中にボールを入れる、ゴール決まりました。先制鹿児島、後ろから詰めていました。開始7分、先制点はホームの鹿児島。札川にボールを渡します。さあ有田にボールが渡った。前を向いて一人かわして右足押し込みました。追加点、鹿児島2点目、今シーズン9ゴール目。キープしているのは鹿児島、中原から山本、後ろから渡辺が上がって左足のシュート、入りました。この位置からの一人かわしての左足のシュートは決めました。さらに追加点はホームの鹿児島。中央です、ロメロフランク、縦に今出せという、そんな有田です。有田のシュート決まった。有田先制点は鹿児島。おう、こんにちは。お疲れ様です。太田監督が来てくれました、撮影前に。ちょっと選手がまだ来てないですね。はい、来ないので、よかったらちょっと太田監督に一言二言お聞きしようかなって、うん、いいですか。いいんですか。いいよ、逆にすいません、お願いします。どうですか、こうもう半分終わりましたけど、今のユナイテッドって太田監督がこうイメージしてたのに、すごい体現できてると思いますし、まあ、ただ J3 って本当難しいなっていうのは、まあ、いろんなこうその日にその日で変わることが多くて、やっぱその移動とかいろんな部分でもやっぱ J3 って厳しいんかなと思って、その日コンディション変わったりしますし、でやっぱりこういうコロナでいろいろ選手とかいろんなチームもね変わったりとか、そういう中でやらなきゃいけないんで、こうなかなかそれに一つに持ってくるのは難しい中で、まあ、どこのチームもやってるのはすごいなと思いますし、とはいえ、はい、鹿児島の今年の攻撃力ほぼ毎試合得点と、一つはまあみんな守備がちゃんと準備して入れてることが、まあ、攻撃に一番のポイントになるかなと。そこがだいぶ良くなってますし、で前も前でやっぱり少しゴール前のところはボックス内に入る回数も多くて、ただまだね他のチームの少ないところもあるんで、そこはこれから最後深くもう潜るえぐるをゴールラインまで行きたいですね。ゴールネットに出して、ね、はい、ありがとうございます。負け数が6って今なってるんですけど、す、ね、ただ、ね、ただですよ、6負けてても2位に順位的にいるっていうのは、引き分けの試合を勝ちに持っていけてるのかなっていう印象を逆に受けてて、あったらもったいない試合がやっぱあるんで、そこが 2試合ぐらいですかあればと、崩されているというのは、まあ、自分たちがそう攻撃しているのでリスクのところでどうしてもこう裏返ったところで自分たちのボールがしっかりマイボールになればいいんですけど、そこでちょっとこう一瞬に紙一重で変わるところがあるん で、ね、だから逆転負けを2試合ぐらいですか防げれば、はいはいはい、まあ良かったなっていうのと、ただ逆に負けてるゲームとかその比較のやっぱり言うように勝ちに持っていけるのが一つ今のこの順位にいるのかなと思うので、そうですね、選手たちは本当ポジティブに取ってくれてありがたいです。ありがとうございます。じゃあここから最後の目標に向けて何が一番大事になってきますか。自信を失わないことでしょうと、まあ一応サッカーのベースである戦うところの気持ちっていうのは、ね、やっぱり勇気と自信を持って毎試合臨めるかっていうところがもう大事になってくるので、もちろんうまいサッカーやりたいですけど、やっぱり今言うようにいろんなことがあるので、やっぱそこに対してちゃんと準備できるかって一つ大事なポイントになるので、そこに対してメンタル的なところをしっかり持っていければいいかなと思います。誰が出てもどういう形であってもしっかり勝てるチームを、そうですね、っていうことですね、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆さんお久しぶりです。ワンゴール夢をお届けプロジェクト、20節の松本山賀戦、そして21節の相模原戦のゴールの、ね、行き先を決めていければと思っております。さあ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 、選手がちょっとどこ行くんですか。わかるでしょ。気づかなかった今。気づくでしょ絶対。来ましたよね、ユナイテッドおふざけコンビ。こんにちは。自由にやっていただいていいんですけど、この映像に映る範囲だけ。いいぜ、自由に破いていいぜ、何度でもやり直せるのと、ルーズリックに刻まれた。はい、すごいビブラートでしたね。いやそれにしてもですよ、松本山賀戦、はい、お二方がね先制ゴール追加点決めてくださいましたけど、本当に素晴らしかったなと思って、まず先制ゴールキャプテンが取ってくれたじゃないですか。あのゴールちょっと振り返ってもらってもいいですか。まあ左からピューンってきて、ポンってきて、ドンゴー出た。もう一回ですか。ピューンドンポンゴー。ちょっと迷ってましたね。はい、ちゃんとお願いします。はい、
まああの時、はいはい、まあ、小野寺選手にボール入った瞬間に、はい、あ勝てるなと思ったんで信じ込んで走ったらたまたまボールが来てボールに合わせるだけだったんでシュートしたらちょうどビクトル選手の、はいはい、この脇の下一番キーパーが嫌なところですね嫌なところにちょうど行ったんで正直緊張したんですけど振りすぎてでも本当にでも感覚ですね感覚というか感覚もう、うん、感覚ですはいありがとうございます、はい、でその直後見てましたあのゴール見てましたあのゴールいや見てました見てましたはいはい、はいはい、あのゴールなんです見てましたよ後ろからあ見てましたね、うん、いやそれはそうですよ試合出てますからはいあのゴールなんですけどその時ねいやもういいですもういいもういいですあのゴールなんですけどあのトラップからシュートまでの流れちょっと一連で有田選手あれボール見えてたんですか見えてたっていうか感覚でどこにあるかっていうのはある程度分かったんで見えてなくてもだから敦貴からまずクロス来てボールによってはダイレクトで打とうって思ってたんですよ最初もうスペース空いてるの分かったんででもボールが、まあ、バウンドしたとこで止まるっていうか、まあ、ちょっと跳ねるなって分かったんで、はいはいはいまあ、自分がジャンプして最悪トラップしてこうキープしようと思ったんですよああ相手の前に体を入れて後ろから来るの、はい、そしたらこう相手が結構前に行ったんですよああ、自分のゴール方向にですね。こっち側に。で、はいはいはい、それで俺のちょっと体がこうなったんですよ。相手の体と。入れ替わりながら。で、その時にうまくこう。股を抜けて。そうです、はい。それは感覚で分かってたんで、あ、このまま行ったらいけるわ、と思って。で、ターンして。で、ターンした時にボールここにあったんですよ。はい。ディフェンスがちょっと半歩ぐらい遅れてたんですよ。確かに。先体入れたら勝てると思って、はいはい、最悪 PK もらえると思って、はい。で、あとはまあ、キーパーの動き見ながら。1回目打とうとして、ワンテンポ遅らせて打ちましたもんね。遅らせたっていうか、ペイントと打つ時の間を短くしたって感じです。なるほど。もう僕には分かんない感覚です。素晴らしいゴールでした。ありがとうございました。さあ、そして有田選手には、はい相模原戦決勝ゴール取ってもらいましたんで、そちらのゴールもちょっと振り返ってもらおうと思うんですけど。とりあえず、あの試合前半から外しすぎました。確かにね、はい、ね、薩川選手からもいいクロスが入ってたり、頭を抱えるシーンが何度かありましたけれども、はいはい、でもマジで正直試合中に、はい、もう今日俺入んない日かなって、いやちょっと僕も正直思ってました、はい、俺も思ってました、はい、でまずはもう牛くんの粘り、あそこで粘って審判もファール流したというか、はい、取らなかったっていうので、まあ、フランク君につないで、うん、そっからまあ、2人で駆け引きというか、でも僕動いて空けたスペースに次純喜くんが後ろから走ってきたんで、まあ、それも見ながらフランクくんが出してくれて、まあ、相手は当たりましたけど、はい、まあ、打ってよかったなって。でも本当気持ちでねじ込んだっていう一発でしたよね、はい、いやもう宣言通り得点をまっしぐらで進んでますから、はい、相手たちが得点を取れればチームもなんか目標達成したような感じもあるんで、どうでしょうその辺キャプテンから見て。まあ、そうですね、本当頼りのあるストライカーがいて、まあ、後ろは無失点で進めれば絶対点を取ってくれると。そうですね、はい、思いながらなんか狙いながら喋ってましたもんね今。試合前もそうなんですよ。あ、そう、試合前もこれエンジン組んで、これここだけの話ですよ。あ、ここだけの話、はい、内緒ですよ、ここだけの話ですよ、はいはい、なんか、ね、いいこと言おうとするんですよ、はい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 、全部噛みますその試合勝てます。あ、これは愛しちゃかった、いつも通り愛かったあ、すいません、もう一人方来たんでちょっと振り返ってもらいましょうかね。あ、山選手どうぞどうぞどうぞ。いや、どうですか4点目山川戦。はい、いや、もう譲ってもらっただけです。絶対自分が蹴るっていう気持ちで行きましたけど、あのフランクさんが寄ってきたんで、はい、あ、やべえな、取られるかもしんないなと思いながら待ってください、マイク僕持ってますし音声は向こうが拾ってますし、じゃあ正面やっときます。あ、すいません、助かります。いや、俺その反射するやつ。あ、よく知ってらっしゃる、ありがとうございます、はい、あのゴールじゃあ実際振り返ってもらってどうでした。正直決めても外しても大丈夫っていう気持ちでやりました。でもあれ3対2の状況、外したらまだちょっと分かんないなっていうぐらいの感じの雰囲気でもあったんで、その辺の緊張感とかなかったの。緊張感はありましたけど、日頃から練習してますし、イメージはできてたんで、イメージ通りのコースに蹴るっていう感じで蹴りました。いやー頼もしいですね。あと何点取りたいですか。いや、去年が多分リーグ戦が3点、はい、でしたね。なんでまずはそれを超えて5点以上取りたいですね。5点以上ということで、目標も言っていただいたところで、じゃあこれから、行き先を決めていただいて抽選をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ、イエーイ、すごい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 。さあ、ということで、まずは山川戦のゴールを広瀬選手に代表して投げていただきたいと思います。ちょっとライブ配信でこの間アイラ上の方にあって全然当たんないんで、入れ替えてもらえないかって言われて、いや大丈夫です、選手たちがちゃんと狙ってくれますからって言ってきちゃったんで、広瀬選手にはぜひアイラ上の方、伊佐とか霧島、あっちの方を狙ってもらえたらありがたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか。任せてください。はい、ということで広瀬選手 お願いします。3 2 1Ready? Go! うわ、惜しい。
うわーすごい、ストライカーぐらいの頃狙い撃ちで、ちょっとね空白の部分だったんで、もう一回、それでは、もう一度投げていただきましょう。広瀬選手お願いします。おいよ、すごい、いちいちリアクションかしてくる。なんでなんでなんで、あら、イブスキー氏となりました。イブスキーになりました。これあのキャンプでもお世話になりました、はい、イブスキーですね。すごい思い出深いところなんで、はい、出れてよかったです。 ありがとうございます。小学生みたいな、あの小学生のね感想文みたいな感じでしたけど、ありがとうございます。続きまして有田選手に、はい、相模原戦の1ゴール分、え、狙いはありますか。愛らしいじゃん。愛らしい下投げで。さあ、それでは有田選手、相模原戦の分お願いします。いきます。おお、いきます。おお、いきます。おお、すっごい、初めて、いつもうまっ。愛らしのちょっと横でしたけど、いさしということになりました。おめでとうございます。さあ、ということでまず、はい、一食手分ですね、はい、いさの分を、はい、声めちゃくちゃすごい、動きもあるし声も高いし、もう交通事故ですね、これは。大丈夫ですか。え、何の交通事故ですか。すいません、もう深く聞かないでください。もうすいません、はい、いやいや、声高っ。いやいや、その動き何ですか。はい、いきます。いさし1個選んでもらいましょう。相模原線の分お願いします。さあ、どこになる。結構ね、多いんですよね。イサ十数個ありますね。あ、じゃない、すごいね。お、来た。さあ、どこでしょうか。山の小学校。山の小学校です、はい、おめでとうございます。さあ、それではイブスキー山川線の分を、まだ桐生選手はちょっと来てないんですけど、先にお三方に引いていただきましょう。イブスキー小学校当てたいな。じゃあまず先制ゴールの、なんでよ、本当噛むんです。イブシキ小学校行きたいわ。イブシキって言いましたね、また。さあ、光りました。じゃあ、皆さんに先に引いてもらいましょうかね。はい。でも、アリさん、アリで、イサの。4ゴール目。はい。そして、有田選手が、お、引きましたね。じゃあ、広瀬選手から、はい。行きましょう。どうぞ。山川小学校。お、山川小学校、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。さあ、そして、有田選手は、池田小学校でございます。お、池田小学校です。おめでとうございます。おめでとうございます。池田小学校の子好きだった、この名前池田。あ、名字が、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、お願いします。山本選手、柳田小学校。柳田小学校、おめでとうございます。おめでとうございます。山川小学校の皆さん、ボール5球で届けられることができました。ぜひとも、まだまだ暑いですけど、外で遊んでいただき、熱中症対策をしっかりしていただき、将来のサッカー選手になれるよう頑張ってください。応援してます。ワンチーム。池田小学校の皆さん、山野小学校の皆さん、おめでとうございます。今シーズン、僕たちがたくさんゴールを決めて、昨シーズンのゴール数を超えたそうです。もっと皆さんに、たくさんのボールを届けられるように、僕たちもゴールを決めて勝利を目指したいと思います。これからもサッカーをこのボールを通して好きになってもらって、僕たちの応援よろしくお願いします。ワンチーム。柳田小学校の皆さん、僕のゴールで5球届けられるそうです。今シーズン僕まだゴール決め少ないですけど、残り試合たくさん決めてたくさん届けたいと思うので、皆さんも応援よろしくお願いします。ワンゲーム。ありがとうございます。さすが、ちょっとひねってきましたね。できたね。はい、またね、シーズンも続いていきますんで、ぜひ頑張ってもらえればと思います、はい、ありがとうございました。すげー走ってく、走ってくな。忘れちゃいけないこの人が今ね、練習を終えてやってきてくれました。お願いします。ヒデ選手です。ありがとうございます。お願いします。去年大きな怪我もあって、なかなかね、思うようにいかないシーズンが続いた中で、こうして松本山川戦、すごい緊迫した場面出てきて、ゴールっていうものが生まれたんですけど、はい、ゴールをちょっと振り返ってもらおうかと思うんですけど、旬からボールもらった時に、まずは前も言ったんですけど、エースケ使おうかなと思ったんですけど、もう完全にエースケに2人つられてたんで、もうカットインして思いっきりシュート打とうと思ったんで、それが入ってよかったです。決まった瞬間のこう感情としてはどうでした。
多分自分が一番びっくりしましたね、入って左足でまず打つことないんで、そうですね、それが打ったら入って一回びっくりしてから喜びに行きますベンチに確かにあの、はい、ダゾーンのハイライトの喜んでる姿も口がもうすごい開いてもう入ったぞみたいな感じだったんですけど、はいはい、自分が一番びっくりしますあの中で、いやいやいや、でもあの瞬間って多分今シーズン一番サポーターが湧いた瞬間でもあったのかなっていう、ありがとうございます、素晴らしいゴールでした。さあということで、もう行き先ですね、先ほどちょっと投げていただいて決まったので、はい、指宿市からこちらで抽選してもらって、ね、行き先を決めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。では残り5校から1校という形になります、じゃあお願いします。さあどこになるか、指宿市、お取れました、魚見ですか、お魚見小学校、おめでとうございます、おめでとうございます、すごい、このキーレのブランドをもうちょっと先に行くと海水浴場とかあるんですよ、魚見の、あ、はい、はい、魚見といえばあの昔鹿児島いないって言っても在籍したあの上本大海という選手の出身地でもあって、そういうゆかりのある場所でもあります。なら良かったです、良かったです、ありがとうございます。魚見小学校の皆さん、自分のゴールでボールを届けることができます、楽しくサッカーボール使って遊んでください、以上です、ありがとうございます。最後はね、木出選手と一緒にお届けさせていただきましたけれども、この人柄が人をね引き寄せる、こうすごい温かい性格というか、また皆さんぜひ木出選手の応援もしていただけたらと思いますので、あ、似顔絵コンテスト来てましたよ、あ、来てました、木出選手の似顔絵、あのゴール決めた翌週に、あ、良かったです、すごい影響力だなと思いながら、反響ありましたね、ゴール決めて、いや、めちゃくちゃありましたよ、木出、はい、ファンがね一気に増えましたし、はい、木出選手のユニフォーム着てる方もちらほらいましたからね、見えてます、何人か、はい、あ、見えてますか、はい、タオルとか、ユニフォームはまあ後ろ見たらたまに見えてるんで、また応援の方お願いします。はい、ということで木出選手でした、ありがとうございました、ありがとうございました。
僕の特技は霊長類最速でしりとりを終わらすことができます。お題をもらいます。鹿児島ま、マントヒヒ、ひよこ、昆布、豚、タン。ワンチーム。